韓国、三大王朝を訪ねて、第6編、ムービー集その2の始まり。コリアハウスで、韓国民族舞踊を、鑑賞しました。開演前の、音合わせです。1時間の公演時間を、約20分に、縮小編集しました。いよいよ、韓国民族舞踊ショーの開演です。視点は、鳥のように自由に飛び回りたいという人間の熟望を表現した作品である。韓国舞の特徴である余白の美と空を、舞うつるの孤高さと自由奔放な姿が表現されています。ソルチャンブは、能楽のプングルノリの中で、4つのチャンブを持って、伝統リズムを披露するものであり、それぞれの演奏者が、少しずつ異なるリズムを演奏し、高いレベルのアンサンブルを作り出します。
春秋教皇クッコリマイは、春秋の紀伊戦の揚げ屋において、宴会などで回れた舞である。クッコリのリズムに合わせた、振り付けは複雑で、幻想的な雰囲気が、漂うという特徴を持っています。アリラン連曲は、韓国を代表する民謡である各地方のアリランを演奏するアンソロジー。金アリラン、クアアリラン、アリラン、カンオンドアリラン、ミリアンアリラン、チンドアリランの順に演奏される。アリランは2012年、ユネスコの人類の豪商及び無形遺産の傑作に登録されました。
ここ内は、一人の舞姫が、五つの太鼓を打って、伝統リズムを演奏する群舞。華やかなリズムと、美しい舞姫たちが、統一された舞を、披露します。サンソリは、2003年ユネスコの人類の豪商及び無形遺産の傑作に登録された。サンソリは、歌い手が太鼓のリズムに合わせて、豪商の物語を歌います。センス舞は、宮廷服装を着て、牡丹の描かれた扇を持って舞う。韓国を代表する舞踊であり、扇の動きがまるで、満開した牡丹が波に乗っているような、優雅で、かつ華やかな舞です。
サンプリチュムは、かすかな動きで、美の極致を見せる。重要無形文化財、第98号に指定されており、厄払いの意味を持っています。太鼓の大合奏は、韓国固有の様々な鼓を揃え、鼓の個性を最大限生かした構成となっている。鼓のリズムと大小の鼓の音の共演、音の大きさによって華やかで、可視変化に富むダイナミックな舞踊です。コリアハウスの伝統公演は32年間
約1万6000回の公演、160万人の世界の人々が観覧した最高の公演です。9つの歌、毎楽によって構成され、ユニークで様々な公演を満喫できる、オムニバス形式の公演です。パンプより、芸術性が高く、レベルも高い、コリアハウスの韓国伝統音楽と民族舞踊ショーは、今回の旅で一番印象に残りました。ちなみに、運営は在台法人、韓国文化財保護財団、団員は全部公務員だそうです。韓国においての説はぜひ、ご覧ください。おすすめいたします。旅の最終日は、韓国の現実に戻り、38度線付近の BMZ、非武装地帯に向かいます。日本語なら非武装地帯になっております。うん。ここ右側方向にいろんな国の旗が見えます。ああ、アフリカの国から、ヨーロッパの国、スイス、また、あ、スイスの国、でも待ってください。スイス、後ろ見たらですね、あ、中東地域、ブラジル、まあ、いろんな国の旗が見えるけど、あれは資料写真と一緒に、派手なあの旗はですね、朝鮮戦争の時、この国を軍事的にもお医者さん、看護婦、お薬などを送ってくれた国の旗。ここですね、ソウル市内には日本の旗があります。しかし、今日の現場到着すれば日本の旗が見えない。DMZ 非武装地帯は、南北朝鮮戦争の休戦時に決められた休戦ラインの南北2キロ内のエリア。通常、一般人は立ち入りができないため、入るには厳重なチェックが行われる。イムジン学では、イムジン館を挟んで民間人が立ち入りできなくなっている様を見ることができ、戦争が終わっていないのを実感できます。日本の田園風景と同じですが、ここで採れるお米は非武装米という銘柄だそうです。半岸沿いの両側にはぎっしりと有刺鉄線が張られ、等間隔に監視塔があり、常時軍隊の銃口が川に向けられています。ソウルのミョンドンに戻り、最後のお買い物です。旅も終わりに近づきました。ソウルの街を抜け、キンポ空港に向かいます。韓国三大王朝を訪ねて第6編ムービー集その2の終了です。